ファンキー山田様へご無沙汰しておきます。だいぶご無沙汰ですね。いやー、あの、ファンキー山田さんとですね、実際にお会いできてよかったです、この前。あ会ってから結構もう2週間ぐらい経ちましたよね。あ,あそこの焼き鳥屋美味しかったなぁ。まあ、あの、ファンキー山田さんと会った時はまだね、風邪ひいてて、今もまあ、完璧ではないですけど、もうほぼ完全体に近づいてきたんで、まあ、動画撮ってますけど、あのー、 まあでもここで気を許すとですね多分おそらくまた行っちゃうのであのまだ寒いですからねちょっと体調万全にし,たして、うん、でもね僕は思ったんですけどファンキー山田さんと一度もお会いしたことないのに、まあ、動画のやり取りしてたりとかあとまあフェイスブックでこうやり取りしててその初めて会った た感じがしてかったです、ね、でかファンキー山田さんがあまりにもでかすぎてくカうみたいな。めっちゃでかいやんみたいな。<laughs> めちゃめちゃでかいですよね。180? ん ?170 後半ですよね、多分。うでかカーと思って。すごいなぁと。やっぱ実際会うと会わないで違いましたね。うん。はい。いや、ほんとファンキー山田さんも、もうね、 あのまあ、お会いしていろいろとこう僕もアドバイスさせて、ね、コンサルっていうことでアドバイスさせていただいたんですけど、まあ、ファンキー山田さんがの,もうのもうマインドが <laughs> もう出来上がってるので <laughs> もう大丈夫かなっていうていうか何も何も僕が言うことないんじゃないかなっていう。でファンキー山田ささんんが言言ってた言葉で吉さんと まあ今回僕吉谷さんに何か言われてこの5万円払いましたけどうん別にあの吉谷さんの本を読んであれやればよくないですかみたいなね <laughs> 分かってますよねそそそうそうそう,そう、はい、まあでも今回は多分お会いして多分良かったんじゃないかなっていうまあ僕もねお金いただきましたので、まあ、それ以上の価値を提供できるように聞きたいことないですかっていうことでいろいろとアドバイスをさせてもらったんですけど。 はいうん、まあまあ正直ファンキー山田さんは大丈夫かなというところです、はい、頑張っていきましょう、はい、またあの僕へのシリーズに関しては何か質問があればあのまた何かしてもらえればいくらでも回答しますんではいよろしくお願いしますあのだいぶ動画のご返信が遅くなっちゃったんですけど まあこれを機にですね、僕は来年から筋トレをちょっと始めようかなと思ってます。はいはい、体調が治ったらもう、ランニングと筋トレです。もうこれを <laughs> ちょっとやります、はい。やります。そんな感じでございます。本当に、えー、だいぶですよね。だいぶなんですけど。はいうん、なんかね、YUF さんとねあの、僕が休養中に、 休業中というかね、あのー、あの,、ま、のトライアングル、もう YF さんと山田さん、ぶわーやってますからね。<laughs> はい、頑張っていきましょう。はい、僕も、ようやく終わりますんで。はい、では、またいつの日か。まあ、あのー、来年全国セミナー、あのー、やる時とき、栃木で、えー、やりますんで、足利。足利でやります。はい、多分ファンキーマダさん、足利だと思いますんで。 はい、あそこのセミナー会場をちょっとご紹介していただいたんであそこでやりたいかなと思っております。ではまたお会いしましょう。